どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、2020年1月入りましたので、今月のね、ANA の、クレジットカードのね、入会キャンペーンを、まとめていきたいと思います。今回はですね、ANA JCB カード、 ANA ダイナースカード、 ANA アメックスカードと ANA アメックスゴールドカード、今回ねこちらをまとめてね、いきたいと思います。で、大前提としてね、ANA カードには、マイトモプログラムっていうものがあります。こちらね、私の動画でも結構紹介してるんですけども、もしね ANA カードを発行するのが初めての方は、確実にね、利用することをお勧めします。既存のねANA カードを持ってる方から紹介を受けると、一般カードだったら500マイル、ゴールドカードだったら2000マイルがね、もらえるっていうものですんで、周りにね、発行初めてしようっていう方はね、周りの方がね、ANA カード持ってないか、一度ね、チェックされると、取りこぼしがね、ないのでおすすめとなっております。このマイトモプログラムっていうのは、ANA のね、公式サイトでやることとなりますんで、周りの方の紹介番号と、お名前が分かったら、ANA のねホームページで入力する感じになりますんで、こちらはね、動画の概要欄にね、URL 貼っておきますので、取りこぼすってことだけはねないようにしておくといいと思います。まず、ANA の JCB カードのキャンペーン、ANA のね今やっている、JCB の、キャンペーンなんですけども、一般カードから、プレミアムカード、全てね対象なんですけども、今回紹介するのは一番下の、ソラチカカードと、JCB ゴールド、SFC 仕様でね ANA JCB ワイドゴールドカードを発行ね検討されている方もね、いるかもしれませんので、ここね、紹介していきたいと思います。で、ソラチカカードはね本当にもうラインルートが閉鎖になりましたんで、ソラチカカードはね、ポイントサイトからマイルへね移行するっていう意味ではもう必要ないクレジットカードなんですよね。ですので、とりあえずこのポイントをもらうためだけに発行するっていう感じですね。で、まずソラチカカードなんですけども、初年度が年会費無料で、2年目以降が2000円っていう形になります。で、次にね JCB ゴールド、年会費が1万4000円っていう形になっております。で、今現時点でね、ポイントサイト、ポイントインカムで、ANA の JCB カード自体がね、案件としてありますんで、そちらね、概要欄に載せておきますので、発行される際はね、案件あるってことだけ頭入れておいてください。で、次に、このクレジットカードの、入会キャンペーンですね。で、まずね、JCB と ANA、両方ともキャンペーンをやってまして、JCB の、キャンペーンからいきますね。10万円で1500マイル。50万円で6000マイル、100万円で1万7400マイルがもらえるっていう形になります。こちらねマイル数で今発表しましたけども、全てねJCB なんで置き時ポイントっていうポイントでね付与されますんで、そちらだけね頭入れといてください。あとでね移行が必要となります。で、次に JCB マイチェックでソラチカカードの場合1200マイル、ゴールドカードの場合4500マイルがもらえます。この JCB マイチェックっていうものは何なのかっていうと、ウェブ明細ってありますよね。紙発行しないでね、ネットの JCB マイチェックっていう自分でね、アプリとかを入れて、チェックできるようなね、制度か、がありますんで、こちらに切り替えると、このマイル数がもらえるっていう感じですね。で、次なんですけども、こちら ANA のキャンペーンですね。ソラチカカード発行&利用で、10万円で500マイル、25万円で、2000マイルがもらえるっていう形になって、こちらね、ソラチカカードのみということで、ゴールドカードは対象外というふうになっております。こちらが、今やっているね、ANA JCB のキャンペーンとなっております。ソラチカカードが2万1900マイル、JCB ゴールドが2万7200マイルがね、もらえる。こちら最大数ですけどもね、もらえるキャンペーンとなっております。ね、JCB のキャンペーンで、スマリボっていうね、キャンペーンが今やってるんですけども、そちらはね、やめておきましょう。このね、JCB の、リボ払いサービス、ちょっとね、三井住友クレジットカードとね、また違うんですよね、内容が。で、三井住友クレジットカードのね、マイペースリボとかは、月の初めがね、手数料かかんなかったりとか、結構ね、やりやすい部分があるんですけども、JCB のスマリボはね、最初からね、手数料かかったりとか、金額をね、自動で設定されてたりとかね、ありますん で、しかも今回この案件自体が結構使う金額がでかいですよね。100万円で何マイルみたいな感じなんで、
ちょっとね、下手に設定してマイルはもらえるんですけども、下手に設定するとね、ちょっともったいないんで、手数料取られちゃうとね。ですので、おすすめもね、あんまり しておりません。それではね、次のクレジットカードですね。ANA ダイナスクレジットカード。クレジットカードの中でもね、審査がかなり厳しいと言われているこの ANA ダイナスですけども、私もね、落ちてます。社会人時代ね、ガンガン落ちてますんで、結構ね、辛いですね。うん。で、年会費がね、2万7000円ということで、最大マイル数が7万3000マイルがもらえます。まあ、こちらの内訳は、まあ、ポイント、利用でポイントと、プラスね、マイトンプログラムで2000マイルが入って、全部で7万3000マイルっていう形になっております。で、キャンペーン内容ですね。入会ボーナスで2000マイル。まあ、こちら ANA カード初めての人限定ですね。で、50万円の利用で3万8000ポイント。40万円の利用で2万ポイントっていう感じですね。で、この2つをね、足すと、まあ、90万円。分ということで、まあ、この90万円分の利用のポイントが入って9000ポイントで、プラスしてね、家族カードビジネスカード入会で、まあ、2000ポイントがもらえるんですけども、これね有料なんですよね。まあ、ここはちょっとね、皆さん自分ご自身でね考えていただいて入るようにしてください。で、まあ、90万円で、最大7万3000マイルがもらえるっていう形ですね。それでは次いきます。次、ANA アメックス、クレジットカード。まあ、こちら ANA アメックスの、通常カードですね。3万8500マイル。これが最大数となっております。で、年会費が7000円。で、ボーナスマイルが入会ボーナスで1000マイル。3ヶ月以内に、1万円利用して500ポイント。30万円で7000ポイント。70万円で2万2500ポイント。70万円ね、利用した分のポイントを入れて、まあ、3万8000マイルっていう風になっております。それでは次にですね、ANA アメックスゴールド。こちらね、年会費3万1000円となっております。高いですね、ANA アメックスゴールド。で、最大マイル数が7万2000マイル。で、この内訳としては、7万マイルがキャンペーンポイント。プラス、マイトンプログラムで2000マイルが入って7万2000マイルっていう風になっております。でこちらは、入会ボーナスで2000マイル、10万円の利用で、1万マイル、70万円の利用で2万8000マイル、100万円の利用で2万マイルで、クレジットカード利用分、まあ、100万円使った分の、利用分で、まあ、1万マイルがもらえるっていうキャンペーンですね。でこれが、まあ、最大で、合計すると7万2000マイルがもらえるっていうキャンペーンとなっております。ちょっとね、ババッと説明させていただきましたけども、アメックスのクレジットカードですね。こちらね、今申し上げたマイル数は、ANA アメックス、ANA アメックスゴールドに関しては、紹介制度を利用した、マイル数となっておりますんで、まあ、その点注意してくださいね。まあ、このアメックスのクレジットカードは基本的に紹介制度を設けておりまして、まあ、既存の会員の方からね、紹介してもらうと、まあ、このマイル数がね、叩き出されるっていうことですんで、まあ、基本的に発行を紹介でしてもらっても基本的に損したりしないんで、紹介でね入会することをお勧めします。まあ近くにね ANA アメックスゴールド、 ANA アメックスね持ってる方、まあ探してもらって、まあ紹介して、紹介でね入会するっていう感じでねお勧めしております。まあこれでね7万、まあ、最大アメックスゴールドまで7万2000マイルですからね。言ってしまえば、まあこれだけで、まあ東京ニューヨークのエコノミークラス行けちゃうんですよね。うん、すごいですよね。うん、これ8000マイル足したら東京ニューヨークビジネスクラスで行けちゃいますからね。やはりこのクレジットカードの入会キャンペーンってね、やっぱりすごいですので、ぜひね、これから ANA マイル貯めたいという方、このクレジットカード入会キャンペーン、ぜひ狙っていただきたいなと思いますし、このね、入会キャンペーンに関しては本当に、まあ、JCB とかね、そんな簡単に、まあ、もう日付出しちゃってるんで終わんないと思うんですけども、この ANA アメックスとか ANA アメックスゴールドとかね、キャンペーンは結構すぐね変更とかなったりしますんで、まあ早めに閲覧した方がいいですよとはまあ言いませんけども、結構ね内容が変わることがね結構あるんですよね。まあ、今回今7万2000マイル
っていうねキャンペーンでしたけども、まあ、一昨年はね9万マイルまで一回跳ね上がったこともありますし、まあ、これからね増えるかもしれないし減るかもしれないのはねもう全然わかんないんで、もしねあの様子見るっていうのも一つの手だと思いますし、まあこれ以上下がるのはちょっとと思って今発行するのもね、まあちょっとそれは二択になりますけども、まあそういうねこともねアメックスのクレジットカードにはね結構ありますっていう感じですかね。よく考えていただいて、まあ、利用していただくことをお勧めしております。それではですね、個人的に、おすすめなのはですね ANA アメックスの、ゴールドですね、3万4000円ですね、3万1000円ですね年会費、まあ、ちょっと高いんですけども、あの ANA ダイナンスの方はね、まあ、先ほど言った通り、ビジネスカードと、家族カードの、ね、入会がまあポイント数に、ね、入ってましたよね。で、まあ、ANA アメックスゴールドの方はもう本当にね紹介で入会するプラス、利用するっていうね、まあ、結構簡単な、まあ、あの話まあ簡単なね、まあ、本当に発行して利用するだけなんで、まあ、既存の会員の方だけね探していただければ、まあ、あとはまあ利用するだけなんで、でね、あの移行手数料もねあの ANA アメックスゴールドの方はかからないんですよね。ANA アメリカンエクスプレスカード、まあ、最初の方に紹介したやつはポイント移行がね年間6600円かかっちゃうんですよね、まあ、ですので、まあ、総合的にね利用金額とかを加味すると ANA アメックスゴールドがまあ一番おすすめかなっていう感じですね。 JCB のねキャンペーンは、まあ、年会費がね、まあ、両方とも、まあ、片方はソラチカカードはね、年会費初年度無料ですし、まあ、ANA ワイドゴールドカードはまあ1万4000円ということなんで、まあ、年会費をね、まあ、抑えてキャンペーン参戦したいっていう方はね、まあ、ソラチカカードもしくは ANA JCB ゴールワイドゴールドカードね、まあ、検討していただければなと思いますね。まあ、ANA アメックスゴールドねすごいマイル数がもらえますけども、まあ、年会費も高いですからね、まあ、そこはあの皆さんでね、ご自身に合ったのをね選択して発行されることをお勧めしております。今回はね、ANA のねクレジットカードの入会キャンペーンねまとめて、紹介させていただきました。この動画ね役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。